福島ヒンバステークスということで、ね、やっていきたいと思います。秘密会社ペガム総帥8でございます。こちらね、あのエリザベス女王杯に優先出走権が与えられる G3 ということで、まあとはいえね、福島の小回りコースの芝1008で、まあ、東京マイルと直結するかっていうと多分しないんですけれども、まあ適性とかね、全然違う馬が来てしまって G1 でどうするんだいというところなんですが、逆に言えばね、まあ、東京マイルでも良さそうな馬が、まあ、小回りの苦手なコースであろうとも結果を出してコアの本番でみたいなパターンはね、あり得る。まあでも それだと賞金がよっぽど足りなくてね、優先権が必要とかね、そういう事情が必要ないとね、ここ使ってこないだろうみたいな説はあるんですけども、まあ、そんなわけでね、今回はこういった形で小回り校舎をピックアップしていきましょう。まあそんなコースなんでね、ボックス買いで7番のミスニューヨーク、想定6番人気、まあ、ターコイズステークスを連覇しているように中山校舎、あとはね、坂がないことで、まあ、最後ね、逆にうまくね、踏ん張りが効いてくれればということで、まあ、久々にね、加藤翔太が乗ります。まあ、デムーロでね、ずっと来たわけなんですけども、まあ、若手騎手がね、ここに来てもう一回チャンスをもらってということで、結果を期待したいと思います。まあ、そして8番、ジネストラ。まあ、昇級初戦ですけどね、まあ、持ち時計は十分ですし、中山校舎。ってことは小回り校舎ってことでね、ここも期待が持てると思います。そして9番のビッグリボン、想定5番人気。関西馬なんですけどね、前走小倉で昇級戦3着したように、まあ、小回りは得意そうですね。ここ勝ってね、ビクトリアマイル優先出走権、まあ、欲しい関西馬なのかなというふうに思っています。まあ、そして11番のクリノプレミアム。中山金牌ではボバ相手に2着。前走はね、ハンデ戦で距離、金量の分負けた気はしますけども、まあ、ここもまあ人気になっているようにね、信頼は置けると思います。まあ、そして13番のストーリア。前走ね、52キロで中山牝馬ステークス2着。今回、金量が3キロ増えてというあたりは気がかりですが、まあ、それでもね、まあ、一応勢いに期待をしておきたいと思います。まあ、そんなわけで、まあ、この重賞以外のね、G2 2つ、日曜日の重賞2つはメインチャンネル、笛神 TV でやってます。こちらでは、まあ、その他もろもろということでやってますんでね、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。